はい、どうも、ヒロと申します。今回の動画は、ドログバ、おすすめ通紹介やっていきます。選手差見ていくと、189センチ、プレサイラインブレーカー、適正がセンターフォワードのみですね。逆足進路精度は普通高い。ブースター、エアリアルプラス2ということで、決定力、ヘディング、ジャンプ、フィジカルコンタクト、この4つがプラスに上昇します。スキルはヘッダー、ミドル、ワンシューワンパー、エアバトル、闘争心と、かなりね、ストライカーとしては優秀なスキルを持っているんで、真ん中ドログバ、どしっとね、構えてもらえると、相手に行ったら嫌ですね。はい、ということでこちらがドログバのおすすめ育成になります。決定力4、ドリブル4、瞬発12、スピード12、エアボトル4ということで、スカットに組み込むとこのような能力になります。ドリブルもともと低いということで、まあ、そこまで振らずにキック力、スピードを上げて、で残りを決定力、フィジカルコンタクト、ここにね散らす形にしてます。自分で持って動くっていうことはあまり得意じゃないんで、ターゲット役だったり、本当にね、足元ボール来た時に、爆内シュートを狙っていく、ストライカーとして買っていくのがいいのかなと思います。やっぱこう見ると、ドログバも弱くはないんで、今回のガチャ本当にね、優秀だね。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。